はい、ちょっとね、廃墟を見つけました。ちょっと高い位置にあるんですけど、相変わらずやぶがすごい。ポストがあって、中がこんな感じだよ。崩れちゃってんのかな。かろうじてこう扉があるんだ、あそこ。これ中入ったら絶対崩れるよな。上はちょっとわかんない。中はもうポストがあってカーテンが部屋になってるな、家になってたのかな。大きさ的にはこれだけの、これだけの大きさなのかな。にしてはちょっと小さいね。外はね、こんな感じですね。うん、まあ、ほんと小屋って感じだね。ちょっと下の方行ってみましょう。かろうじてさ、扉だけ残ってんだよね。行けるかな、そもそもそこに。下から行けるのかな。ここだからね、上もあとこんな感じ。下から回ってみようか。ここはさっきの家ですね。でここだ。ここ扉開くのかな。なんか開けたらバーンと落ちてきそう。まあちょっと扉が開きました。めっちゃ崩れてるし、これはちょっと危険だね。どうしようもないね。なんかもうほとんどね、あれだ、うん、崩れちゃってさ、もう中がわけわかんねえ。もうぎっしりさ、落ちたもんで塞がってるよね。扉はあるけど中はもうこんな感じで、すぐこれだからね。はい、今度はちょっとこの上の左の方行ってみます。ちょっと行くまでが結構険しいんだよね。ああ、ここが
潰れちゃってるところね。屋根からこう沈んでるね。こっちはね、なんとか開いてるね。崩れてないかな。中入ったら崩れそうだけど怖い。トイレ便器かな。こんな感じだね。もうわけわかんない。なんかさ、ここ行ったらさ、こんな書いてたら、もうなんか崩れてさ、崩れてきそうで怖いから、もうこんなもんにしておきます。はい。以上です。